日本四国地方高知県秋郡東洋町の根の町並み東洋町は高知県東部の秋郡に属する町である。また、高知県内最東端の自治体である。土佐東海道。の根から南はこのような険しい地形が続く大半が山林で室戸阿南海岸国定公園に含まれる。太平洋に面したリアス式海岸が広がり、 海岸断球の地形で山々が海に迫る。海岸沿いの帯状の平地に国道55号が通り沿線に集落がある。産業は水産業のほか林業や果樹栽培。かつてはカツオ漁や捕鯨も行われ、現在では沿岸漁業が主。野根川上流は田内域で近世から漁材を算した。関納浦港付近の空中写真。 画像中央の市街地が寒の浦である産地、河川島諸町長調推進派と反対派で調整が混乱し、橋本大二郎高知県知事や隣接する徳島県の飯泉家門知事も反対し、気候理事長の山地徹に対し直接受理の撤回を求めるなどの状況の中、田島が町民の真意を問いたいとして辞職したことに伴う4月22日投開票の出直し町長選挙では、 反対派の沢山康太郎が、田島の2倍以上の票を得て初当選。4月23日に応募撤回を表明。原子力発電環境整備機構側もこれを承認したが、町民同士の間にできた溝が埋まらなかったため、その時期に行われる予定だった300年の歴史がある御社神社大祭が、初めて中止になった。国内農業漁業かつては、 高知県立室戸高等学校館の裏文庫があったが、1999年に廃校となった。館の裏駅、高知東部交通空港路線バス高速バス、国道県道港湾名徳寺、四国88箇所霊場湾外札所夏の白浜海水浴場。ありがとうございます。